今日ラストの配信です。イエーイ。まあラストは特に何も決めてない。何これ、画角変わった？画角？姉ちゃん、あ、書いてない書いてない、あ、待って、書いてない書いてない、そうそう、さあハートのやつをやる時間です。さあ昨日と違う、昨日じゃないわ、さっきの配信と違う人はいるんでしょうか。さっきさ、ランキングさ、なんかさ、変わるかなって、本当は変わらないかんはずだったんやけどさ、その変わるの結構ギリギリまで待ってたんですけど、ちょっとやっぱ時間的にね、変わらなくて、でも時間が決まっとったから切らないといけなかったんで切っちゃったんですけど、もしかしたらね、違うかったかもしれない、ごめんね。まあ、とりあえずその切った時点でのランキングの13位の人で新しくここに追加される方はいるんでしょうか。なんかもう分からんくなってくるよね。取らない。はい。韓国語難しい、あっとんか分からんけど、はい。ですね。はい、よし。新しく追加されたのは4人でーす。よいしょと、貼っていきまーす。地道な走り屋さん、ペンギン20個ありがとうございます。ありがとう。30だ。え、30だった？ 30 ありがとうございます。ありがとう。待って、4つやんな。4つにしては短かったかもしれない。いいか。そっちに帰ったんや。の方がやっぱりね、強力かなーって。なんかいっぱいビーってやってもな、結局はな、剥がれちゃうんよな。いい感じに
いい感じに色合いを考えて。なんかさ、もうちょっとだけ空きじゃない？キリッと。どう？なった？こんな感じじゃない？どうどうどう。どう直したんやけど。いい感じ？あれこれ見え方の違い？うん？見てたかな？よし、オッケー。なんか多分やっぱ斜めったりやな。もうちょいこれこっちに。いやでもさ。いけたいけた。オッケー。ほら見て。ああ、いい感じいい感じ。全員一応映っとるけどな、私から見ても。よっしゃ。オッケー。今日はこんな感じで。よし。ああ、せっかくいい感じだったのに思いっきりぶつけちゃった。よし。な感じで。若干斜めっとる？なんか垂直にカメラがなんかなってないよね。こんな感じかな。マジで温度すぎてやばい。よし、リナリーみたい。リナリーはツインテールじゃないかな。ハーフツインだったっけ、リナリーって。ツインテール、ツインテールやんな、リナリーは。でもツインテール見えるよ、前から見たら。あ、本当？うん、ツインテールに見える。全部長いように見える。あー、ここが分かれとるように見えんってことか。分かれてるよ一応。ツインテールするともっとなんかチホンマンみたいな、チホンマンこんな感じになる。あー、バカみたい。見て、ちょっとバカっぽくない？可愛いよ。いや、可愛いとかじゃなくてバカっぽい。え、なんかツインテールしてもユリナ長い。めっちゃ長くない？めっちゃ髪の毛あるんやけど。え、普通に可愛いよ。てかあんま変わらん。おい、やめてくれ。あんまり変わらんとか言わんといて。だから可愛いって言った。ありがとう。褒めた。ありがとうやけど、これはハーフツインな。曲がった。ツインテールしあります。ストレートでツインテールとかマジで王道正統派って感じ。私ツインテールやるときも絶対巻いてるしな。てか表出てるとき基本巻いてないことないもんな。ストレートだったとき昔公園でストレート下ろしとか何回かやったことあるけど、基本巻いとることが多いかも。なんかストレートにさ、それこそハーフツインでストレートだったら清純派やん、なんか正統派、王道って感じやね。もうちょっと巻くとちょっと可愛いラブリーって感じになるやんか。でさ、でもなんかポニーテールとか昔ストレートしよったけど、最近は割と巻いとることが多いな。ハーフアップも、ハーフアップはでも基本巻いとるかな。ストレートにするとね、ちょっとなんて言うんだろう、曲によって合わんことがあるんですよ。ストレートでもかっこいい曲はいいんやけど、やっぱ劇場公演とかってさ、可愛い曲もやったりするやんってなるときに、こうストレートハーフアップにするとちょっと綺麗め感が強くなってしまうから、巻いた方がなんか中和されるって言ってメイクさんにもよく言われるから、基本ハーフアップとかツインテールじゃねえ、ポニーテールの時はなんか巻いてます。そのどっちがいいですかみたいな聞いた時に、うん、なんかストレートの方がちょっと切れ目になるし、巻いた方がちょっと可愛い感じになるって言われるから、いつも髪型が切れ目な髪型やん、ハーフアップとかポニーテールって。だから巻いて可愛い曲も合うような感じで中和を取ることが多い。基本的だから巻いてることが多いかな。たまにもう今はほとんどせんけど、昔はストレートもやってましたよく。てか昔はストレートしかダメだったんで、ストレートのハーフアップ、ストレートのポニーテールばっかりでしたね。うん、で巻きが OK になってからはあんまりストレートやることはなくなりましたね。そう、巻いてる方が好きやので、巻いてる、うん、ことが多いな。ストレートおろしみたいなのは昔何回かしたことはあるんですけど、
ストレート〇〇はあんまりやったことがないかな。うーん、ないかも。ストレートハウツインも髪の毛を巻けない時代はしてたんですけど、巻けるようになってからはやっぱり巻いた方が可愛いかなって思っちゃう。可愛いお洋服に合う。なんか中和が取れるかなと思ってそっちの方が多いですね。うん、あんまりやらなくなってしまいましたね、ストレート丸々。確かに今となってはですけどね。そうそうそう、まあ気が向いたらするかな。その時のものとかこととかにもよりけりかもしれん。そう、そのなんか髪の毛って結構ユニットとかで決めることが多いんですよ。でユニットがこういうユニットやからやっぱ可愛い感じに寄せたりとか、こういうユニット系やからかっこいい感じに寄せたりとか、なんかそういう感じ。結構ユニットだったり曲とかにも一応、衣装とかにも一応合わせてる。あとは自分の顔と相談してあんまりきつくならないような感じにしてるかなって感じですね。これやってると昔の私みたい。あのさ、ネモースのさ、うん、あの運試しのやつ、パッツン前髪にさ、このストレート、このなんちゅうの、ハーフアップ、ハーフツインかやっとった時の私にめっちゃ似てる。まあどっちも私なんやけど、似てるとかじゃなくてどっちも私やねんけど、なんかすごい懐かしいなって思っちゃったね今。そうだ、ツイッターにさあれあげたんよね、さっき、おーちゃんと私のバリバリってやつ。もう確かにな、おーちゃんに対しては私の愛は一方通行やから、基本的に私が大好き大好きって言って、でもおーちゃんは無視やから、無視、都合のいい時だけ来て腹さすれって言ってしてくるから、そんな感じ。本当にかわいそうに私、まあ可愛いけど許す、可愛いけん許すけど。可愛いけん許すけど、だいたい基本的にもう振られたも同然な。辛い、振られた、お姉ちゃん、あーって感じですね。私からするとね。そう、なんて凝ったって感じなんですけど、そうだ、今日インスタも更新したんですよ。まあよかったらまだ見てない人がいたら後でいいねとコメントよろしくお願いします。なんとか4万人行きたいんだけど、なかなか行かないんだよね。 3.9 止まり。4に行きますように、早く4に行きますように。インスタ、うん、インスタ同じぐらいおるんやな。そう、ツイッターの方が若干多い。4万おる。そう、1000人ぐらいツイッターの方が多いかな。若干のズレやけどな、若干のズレ。若干多いんですよ。若干ね。早く4いかんかなって思ってちょっと待ってます。フォロワーが、そうそう、フォロワーさんがね、そうなんですよ。そうなんですよ。持ってる赤全部のフォローしておくね、だってありがとう、嬉しい。そうなんです。
5万人いたらいいねんけどな。一応区切りの E5 目指してんの。そう。ちょっと5を目指しているのさ。テレビ出たらいいねんけどなーやって、まあ、それよく言いますね。テレビ出たらフォロワーが増えるってツイッターとかね言われますね。でもそれは人によると思うんだもん。ぶっちゃけカウントダウン出ても増えんかったからな言うてそう、ゴチになりますってくださいみたいな。ゴチ？ええー、ゴチ？岡村さんとかのゴチ？あれは有名な人じゃないと出らんし、私ゴチになってもしビリになったらもう破産する、破産、破産するよ破産する、破産する、破産するよ。近所からお金かき集めないかんくなっちゃう貸してくださいって、どこどこから知り合いか、知り合いにお金借りないと。県民賞、あー出たいな、県民賞出たいな、香川県民として出たいな、見てるしよく。そう、あとはあとは仰天ニュースかな。やっぱり仰天さんなんで、やっぱ名前がせっかくこの名前だからこそあれは呼ばれて、なんかゲストの仰天ゆりなさんですってなって、仰天さんみたいな感じになるのがすごいずっと有名なんですけどなかなかねすごく有名やから、なんていうゲストとかでも番宣、すごいドラマとか出てないと番宣とかって呼ばれるじゃないですか。なかなかねそういうドラマとかでも割と主役級のレベルじゃないとああいうのって呼んでもらえないじゃないですか。だからではあるんですけど、なかなか難しいなっていうふうにはねやっぱ思ってますよね。グラビアで徐々に知名度上げていこうって。うん、もグラビアも最近してももうフォロワー増えなくなっちゃったんですよね。そう、まあ皆さんそこまで言うんだったらぜひ4月4日の BLT さん、あのぜひ買ってくださいね。っていうかそこまで言うんだったら買ってくださってる、っていうかもうなんならセブンネットさんで予約してくださってるんですよね。そこまで言うんだったらもちろんしているっていうことでコメントされてるってことでよろしいですよね。ですよね。ぜひねセブンネットさんの方があの特典みたいなポストカードかなついてくるので、ぜひよかったらねそっちであのゲットする方がお得だと思います。はい、
まあ、書店で4月から発売なんで書店で買うってもいいですけど、まあ、でもやっぱ同じお値段払うんだったら特典ついてる方がお得じゃないですか。絶対そっちの方がいいと思います。そう、でも初めて特典なんです。今までグラビアさせてもらったんですけど、なんか特典とかっていう対象になったことがなかったので今回は嬉しいですね。あとですね、ビッグワンガールズさんで8メンバー5人かな、でね、5人6人4人か4人だいや5人だ5人だ5人でね出させていただいてるので、ぜひよかったら、なんか公式さんに写真がね確か上がってたと思うんですけど、ぜひねそっちの方、それは3月31日発売なので、そっちの方が先なんですけども、あのねそっちの方もねチェックしていただけたらありがたいなというふうに、思っております。そうだよ、ゆりなちゃんの特典付きを買えばゆりなちゃんに需要があると思って、またゆりなちゃんを使おうと思ってもらえるんで、皆さんよろしくお願いします。一応多分ね、うちが挙げた BLT さんの方だと、うちが挙げたオフショットと、あと公式さんが挙げた2つのオフショットあったじゃないですか、あれでね着てる服は一応全部になります。まあ、何のカットが使われてるのかがちょっとわからないんですけど、まあそれはもう届いてみたのお楽しみですね。ぜひよかったら買っていただけたら嬉しいです。もうこんなにね、あの出させていただけることはもうないかもしれないんで、何事もね次はないかもしれないと思っておかないとですね。だって実際にグラビアも結構空いたんですよ、前出させていただいたのからすごく空きまして、あもうないかなって思ってたんですけど、今回こうやって BLT さん呼んでいただいたので、ぜひね毎度毎度ファンの皆さんすごい忠実にあのちゃんとアンケートとか出してくださって、でチェキとかも応募してくださってね、すごくありがたいですし、すごいそれがそれをすごいなんか仰天ちゃんのファンはちゃんとしてくれるんだねっていうのはすごいスタッフさんにも言われたので、すごいそれはね本当にありがとうございます。なんで今回もよろしくお願いします。今回もチェキあるんでね、ぜひ皆さん応募してください。よろしくお願いします。チキンあったら楽しかった、チキンは欲しいなって、そうやろ。そう、まあ皆さん大変金欠かとは思いますが、まあぜひそこの塩梅はぜひともよろしくお願いします。オンラインお話し会のね、採決じゃないわ、なんだっけあれ、再販もしてますんで、あのどれも完売してないんで、どれでも大丈夫です。ちょっともう肩が凝ってめちゃくちゃ痛いんやけど、なんかすごいもうずっと力入ってなんかしね、もう肩こりがやばい、肩こりと目こりがやばい、一日中なんか携帯見てるから、携帯タブレットか、肩こりと目こりがすごくてバッキバキよって、今ゴリゴリよって言うけど首回したらはい、っていう感じでね、
あの奴隷枠でも空いてますんで、まあでも一番のおすすめはやっぱりサイン会じゃないでしょうかね。私基本的に表は普通にサインピーって書いて、後ろはハートちゃんかなんか知らないけど何かポンって一つは絶対書いてるので、あのプラスアルファちゃんと表と裏に書いとるってところでは一番おすすめなんですね。ちなみに今回ほとんどサイン会なんで、なんならワンショ通称あんまないんですよ。もうほんまに少ない、確か全部の部がサイン会だったりする時もあったと思う。うん、てかほぼほぼなんかサイン会なんで。あ、そう、でも4月9はもう終わっちゃったから、そうあれなんですけど、4月9の次のやつから全部空いてますんで。売り上げ見て変わってきてるから、そうじゃない、だからさ、やっぱ何々の部はファンの人多いけど、何々のワンショ通称の時はファンの人が少ないってなったら、じゃあワンショ通称減らしてサイン会にしようみたいな、なんだと思いますよ。そう、ただもう確定が追いつかんけどね、どん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 。多分またあれだったら変わってきたんやと思う。握手会だったら結構ワンショット動画とか通称だったり、なんか結構ね、やっぱそれはすごい人気だったんですよ。やっぱ動画に残せるとか、推しと通称撮れるとか、結構それはあれだったんですけど、やっぱオンラインになるとね、みんなそこまでやっぱりらしくて、そう、なんかだったら握手会の方のワンショ動画だったり、なんか通称がいいって言って、そうおっしゃってるから、そう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 。よし、じゃああと1分なんでランキング読みます。13位もとちゃん、12位まゆちゃん、11位ちかいしーさん、10位かずさん、9位ヤングさん、8位ひかる 400X さん、7位おかやんさん、6位きりやさん、ハーフツイン、かわいすぎ、ありがとう、お疲れ様だって、こちらこそお疲れ様、5位ユミゴンさん、4位カナッツさん、2位ミサワくん、2位、間違えた、2位じゃないわ、3位ミサワくんで、2位がロバさん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。地道な走り屋さん、ペンギン30匹ありがとうございます。じゃあ私はこちらを縮小しますんで少々お待ちください。でもね、多分あと1分だけど、あと数十秒ありそう、こうやってプチって切れたらやばいけど、ちょっと待ってよ、とりあえず縮小先しとかないとね、すぐ忘れるから。これでまた明日の配信の頭の時に